にちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、こちらのこのウニとイクラで通風丼を作りたいと思います。めっちゃ美味しそうですね。ウニめっちゃ美味しそう、イクラもめっちゃ美味しそうです。じゃあね、ちょっとね、作りたいと思います。まずどっち乗せようかな。ちょっとじゃあウニから乗せたいと思います。超ウニがたっぷり。でもなんかちょっと雑すぎるかな。ちょっと箸でやろう。わあ、贅沢ですね。これは通風丼っていうのは、このプリン体が多いものを乗せたら通風丼になるみたいですね。でも実はイクラってね、プリン体多くないんだってさっき調べたら。でもウニは超多いみたい。栄養が多いものがね、プリン体が多いですね。これまだちょっと凍っているけど、でもご飯の熱で絶対溶けると思います。今回はですね、贅沢にウニ1キロ、イクラ1キロ使います。はい、ウニがたっぷり乗ってます。はい、じゃあこのイクラを乗せます。うわー、美しいです。イクラってほんとなんか宝石みたい。わー、この辺に溜まってるやつがたまらないですね。見てください、このイクラを。素晴らしいですね。で、この真ん中に大葉を乗せます。大葉はね、花みたいに乗せましょうかね。この茎も食べます。私は幼稚園の時とかの遊びで葉っぱで お皿を作ってるみたいです。そしてこの卵黄をのせます。じゃん、完成です。めちゃくちゃ美味しそう。わあ、もう卵もウニもイクラもキラキラです。いただきます。わあ、すごい、人造人間機械だみたいです。最近の子はきっと知らないですよね。で、私もこのアニメを見たことがあるわけじゃないですよ。はあ、美味しそう、最高です。たまらないです。うまっ。いや、やっぱりこのウニが、うまみがこの染み出る感じと、あとイクラのこのうまみと合わさって最高です。わあ、調味料いらないです。山盛りウニ、幸せ、めっちゃ美味しい。いや、贅沢ですね。これは卵をね、割ってね。これは痛風になってでも食べたくなりますね。痛風って外国の人もなるんですかね。なんかあんまりなった人見たことない気がする。大葉、わあ、この大葉と一緒に食べてみる。大葉の香りはいいですね。このご飯がちょっとほかほかで、このウニとイクラはひんやり冷たいのがまたいいですね。見てください、この贅沢な。なんでイクラってこんなに旨味を閉じ込めてるんですかね。最上級に幸せ。もうこれは美味しすぎます。無限に食べる。でも私、最後の晩餐痛風丼食べたいかも。なんか今までなんか食べたいものが多すぎて、たまにさ、質問でさ、最後の晩餐何が食べたいっ
って聞かれたりするけど、美味しいものがありすぎてあれもこれも食べたいなって、私は多分あれもこれも食べれるんですけどって思ってたけど、痛風丼うまいですね。うん、また名前がねいいですよね。背徳感がある。なんかウニもイクラも何にも調味料いらないですね。お醤油かけるのかなと思ったけど全然いけます。今日はねご飯6合で作ってます。でウニ1キロ、イクラ1キロです。うん、綺麗な方みんなに見せよう私は食い散らかしてない方。いや、こうやって美味しいものを食べる人生は幸せですね。うん。ウニもイクラも1キロも入ってるやつなんて初めて食べたかも私。じゃーん、この海苔をかけよう。ちょっとねアレンジしたいと思います。うん、やっぱり同じ海に生息しているもの同士合いますね。海苔の香りがいいな。なんかまとめサイトとかでたまに見るんですけど、北海道のビジネスホテルの朝食バイキングが超豪華っていうのを見てめっちゃ行ってみたいんですよね。なんかイクラをもうお皿にこんもり、このお皿にこうやって山盛り乗せて食べてたりしてもう幸せそう。なんか一生暮らせそうそこで。でもなんか北海道美味しいものいっぱいあるから迷いますね。ここでこんなにいっぱい時間を使っていいのかみたいな、食べていいのかって迷いますね。あとこんだけ残ってます。わあ、もう最後までこの具がたっぷり。うん。あーで最後にやっぱり卵黄をねちょっと乗せたいな。最初のうちに食べちゃうんですよね卵黄って。よいしょー。わあ、卵のこの神々しさ。じゃあ終わります。よいしょ。わあ、最高です。卵の黄身が濃厚にマイルドにしてくれますね。まあでもあとちょっとですね。
こんな幸せを感じれることはめったにないから、今日を忘れないようにしたいです。わあ、最後の一口です。ごちそうさまでした。いやー、もう痛風丼めちゃくちゃ美味しかったです。もう幸せの極みでしたね。この普段ねちょっとしか食べられないこのウニとイクラを豪快にご飯にドンって乗せて食べられて本当に幸せでした。めったには食べられないけど、このねお財布にもね、この体にもちょっと危険そうなので食べられないけど、たまにはいいですよね。こう心がね幸せになりますからね。じゃあとっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。じゃあ皆さん、うがい手洗いマスク、ソーシャルディスタンス、しっかり対策して平和の世の中を楽しみましょう。バイバーイ。